はい、梅雨に入っちゃいましたね。で、今回の動画は梅雨対策っていうことで、まあ、この間ね、ちょっと釣り場でそれ何に使うのとか、これどうしてんのとか、いろいろその雨具とかそういうの聞かれたんで、ちょっと梅雨対策、自分なりの梅雨対策紹介していきたいなと思います。じゃあ何からいきましょうかね。まあパラソルやね、梅雨といえばパラソル。ビッグトラストの、大臣さんが出してるビッグトラストっていうシリーズのパラソルです。これサイズが100かな、こんな感じのパラソルで、結構生地丈夫になってて、空気抜けるところもついてるんで飛ばされにくいし、まだ僕はもう前の色も、これ新色が今回発売になってちょっと落ち着いた大人な感じの色なんですけど、前の色の時も一回も裏返ったりとか何もそういうことがなかったんで、愛用してます。で、これね、このパラソルね、こうやってジョイントつくんですよ。ジョイントが最初からついてきて、ほんで専用のパラソルカバーもついてきて、ちゃんとビッグトラストパラソルのカバーついてきます。これで結構値段帯も安くてお手頃な価格で買えるんで、ぜひ、皆さん調べてみてください。で、これパラソルつけるときに、僕は100均でこういうロープを買ってきてて、これをこっちから風吹いてるんやったら、こっちにこうなんか引っ掛けるところがねあったらつけてます。まあこんな感じで、こんな感じで、ちょっと見えへん、浮き目、まあこんな感じでちょっと調整はせなあかんけど、こうやってよいしょ、こんな感じでね、こういう感じで、ちょっとこうやっても釣りしたらあんま気にならないんで、こういう角木とかに飛ばされて人に当たったらダメなんで、こういう風につけてます。この間関東行った時に、あのカバンにロープつけてたら、パラソル飛んだ瞬間にカバンも一緒に動いちゃって、後ろの人にの傘に激突しちゃいました。めっちゃちょっと一歩間違えたら危なかったんで、気付けようと思ってもカバンにつけてもカバン動くから、だからこういうの角木とか絶対固定するものにこういう風につけて、で風上にこうつけると、ちょっとこう風が入らへんくような角度になるんで、一番いいかなと思います。自分で作れますけどね、こういうカラビナつけて、まあ、こんな感じでパラソルが飛べへんように対策してますっていうのと、これは釣果に関係あるとこ。これね、僕ね、この間初めて使ってみたんですよ。先々週か。これプライムエリア、まあマルキューさんから出てるエサボールカバー、プライムエリアバージョンです。これね、正直邪魔になるかなと思って、カバンの中入れるときにと思って今まで使ってなかったんですよ。なんですけど、明日大雨やっていう予報を聞いて、これ持ってきた時にめっちゃ使えましたね。雨降っても濡れへんし、餌ビチャビチャなれへんし、で引いてってでも影になるんで、餌のケージ変化がちょっと少なかったりとかで、邪魔やなと思ってたけど、こうやって収納しちゃうと、結局餌ボールとあんまり変われへんサイズでカバンの中入るんですよ。なんでめっちゃいいなと思いました。こうやって持てるし、そう、餌ボール入れれるんやったらこれこう収納した状態で入れれるやんみたいな感じで、使っていざ使ってみるとかなり良かったです。でこうやって2段にもこの中でこれこういう風にこういう風になるんで、これかなり超過に直結するアイテムやなと思って、今季一番びっくり驚きました。めっちゃええやんと思って、まあこれが1点と、あとはね、梅雨対策っていうよりかはあれなんですけど、まあ普段ね、このバニーウォークのゼクーっていうブランドのバニーウォークシリーズの、ポップアップレンズっていう浮き釣り専用レンズが搭載されたサングラスを普段使ってます。で雨降ってめっちゃ暗くなるとちょっと若干暗く見えちゃうんで、
またこれゼクーサのフレームなんですけど、こういうレンズ見えますかね、こういうレンズを使ってます。ちょっと明るく見えて赤が強調されてラスタオレンジ、今ド忘れしとった、ラスタオレンジの、レンズカラーで、使ってます。曇った時とかでもちょっと若干明るく見えて浮きも見やすいんで視覚視認性がアップするんで使ってます。ヘラ釣りってこう浮きをかなり浮きの動きのみで釣ってるって言ってもおかしくないぐらい浮きの動きが重要な釣りなんで竿まで当たり来ないんで、なんで普段晴れてる時はとかちょっとの曇りだったバニーウォークのポップアップレンズで、雨が降っててすっごい曇って暗い時はこうラスターオレンジのテクーさんのフレームのこのサングラス、なんていうやつやったっけな、ジャズのこれを使ってます。結構ね、明るさによってレンズ変えていくっていうのが大事で、いろんな3種類ぐらいは持ってきてます。ではめっちゃ晴れてる時用のレンズもあったりとか、いろんなレンズを現場によって持ってきてます。まあとりあえず3種類かな、晴れてる普通用、晴れてる用、雨用で、こんな感じがあって、あと梅雨対策って何かなって自分の中で考えたら、このお膳、これも一個の梅雨対策です。今酷使して使ってた、このお膳、アルミのお膳です。これね、万力が最初からついてて、どんな差をかけても合うように調整できます。太さがここ前をね、プラスドライバーでくるくるってするとここが調整できるんで、どんな竿掛けの太さでも大体はフィットする、調整可能な、万力付きのお膳です。で、ちょっとね、後で画像貼っとくんですけど、釣り旅ってレーザーで刻印入ってるんで、釣り旅オリジナルのグッズとして、何ヶ月かに1回は在庫切れ、この間はちなみに、数量限定で販売して30分で完売しました。ツイッターとかインスタグラムで告知するんで、ぜひ、出た時に皆さん、お買い求めください。かなり大事な、重要なグッズです。あとはね、このブラックの色が釣り旅限定のカラーです。アルミオゼン自体はあるんですけど、このアルマイト加工のブラックは釣り旅オリジナルで出させてもらってます。まあ、レーザー、刻印とこのブラックっていうのは釣り旅オリジナル、釣り旅でしか買えないんで、ぜひ皆さんお買い求めください。これね、なんで梅雨対策っていうと、昨日お膳使ってるとバーって雨降ってずっと1日使ってたら染みてくるんですよ、ね、とか気が柔らかくなってここの部分が角木のとか割れたりとかするんで、雨の時はもう絶対こっちの方が、家ですぐ乾かせばいいし、濡れても性能に影響はないんで、雨の時はもう必ず僕はこのアルミお膳を使うようにしてます。で、あとはね、18尺とか21尺とか長竿を振る時もここは傷まないんで、アルミやから傷みようがないんで、すごい丈夫なんで、木のお膳でなかなか18尺21尺お膳が割れちゃうんで、こういうしっかりしたタイプのものを使うと、トラブルも少なく快適に釣りができます。で、あと梅雨対策で言うと、今年初めてちゃんとしたレインを着ました。これが天笠さんから出てるアルティマシールドプロっていうやつなんですけど、やっぱいいダウンじゃない、いいレインは全然違くて、もういろんなレイン使ってるけど、ちゃんとしたレインって使うの初めて使ったんですけど、中蒸れないんですよね、あんまり雨降ってても蒸れないし、安いレインって、安いというか性能がちょっと低いレインって着てると中濡れてへんのに湿気でびちゃびちゃになるんです、シャツとかっていうのがないし、通気性いいし、濡れないし、撥水するしっていうのですごいなと思って、これ使ってから超快適に釣りができてます、雨の日なんで。これちょっと1個レインコートおすすめです。で、あ、大事な忘れた、あとね、パラソルなんですけど、真後ろに立てるとそれはいいっすよ
真後ろにつけるとかなりいいんですけど、僕はできるだけちょっと前後ろより前、真後ろってここなんで、ここにつける方が餌が濡れない。餌が一番大事なんで、まあ体も大事やけど、餌が一番大事なんで、餌が濡れないように餌の近くであることと、ちょっと後ろよりは前の方が後ろも人通れるんで、まあ、菊水さんとかでね、ちょっと後ろで釣りするほどの桟橋、片面しか使用できない桟橋なんで、人の通行に邪魔にならないようにできるだけ僕は、今日ちょっと今映して分かりやすいのここですけど、普段こことか、あと角度調整で前に向けたりとかっていう風なんして、後ろに人が通れるようにだけ配慮、パラソル使用するときはしてもらったらいいかなと思います。こんな感じで僕はここにつけてます。真後ろは通られへんくなるからね、まあ、関東とかやとね、スノコにつけるんで位置は調整できないですが、まあ、ちょっとそういうとこ意識してやってます。あと釣り対策でいうともう一つ、じゃーん、レイン、これ中はガマカツさんのバッグなんですけど、こういう風にレインのこのカバン売ってます。これね、使う前、梅雨のシーズン前ぐらいに、あの撥水スプレーバーってかけて1日干しといてもらったら撥水するんで、松岡さんのレインカバー、竿バッグ用と、この普通のバッグ用のこの2種類、サイズもいろいろなサイズあるんで、松岡さんのホームページ見てぜひ買ってみてください。これ丸々45リッターのカバン入るんですよ。こうやってちょっと余裕あるぐらい、まあ、これもサイズいろいろあるんで、合わせてもらったらと思います。これやってレインカバーやって、その上にこのプライムエリアのシートかけたら、もう絶対濡れへんから。どうなんで、僕はこのこれとこれをかけた上にさらにこれを引いて対策してます。じゃあ中まで水濡れるっていうことはほとんどないんで、っていうのが、梅雨の対策になってます。まあこの辺とかね、この辺とかこの辺とか全部やな。まあこの辺とかこの辺とか、まあ餌ボールケース、パラソル、サングラスっていうのは超過に直結してくる部分なんで、そこはすごい大事なんかなと思います。まあ当然もね、トラブル起きたら超過影響しますしね、その木が割れたりしたら。なんで、まあそういうところ結構大事な部分になってくるんで、まあ、意外とねこういうのってどこにも載ってないし、人にね、なかなか聞く機会もないもんなんで、こういうのちょっと対策としてちょっと参考にしてもらったらいいかなと思います。あとはめっちゃ豪雨の時とかは、もうこのカバンを関西流でサオバッグの横に置いちゃって、サオバッグの横に置いた状態でこれかぶせます。だ、一石二鳥で全部これでカバーできるんで、大雨の時はそれで対策したりしてます、っていうのでした。これから雨降ってきてね、釣り行くんはめっちゃ嫌やなとか、めんどくさいなとかなるんですけど、実際雨降ってる時の方が活性高かったりとか、ダムとかでいうと増水すると大型が釣れたりとかっていう、雨って一個の大きなチャンスなんで、ぜひそのチャンス生かして 大物釣りに行ったりとか、数を釣ったりとかしてもらったら、すごい梅雨は梅雨で楽しみ方があるんで、楽しんでもらえたらと思います。ちなみにカメラマンさんは雨が嫌いすぎて、釣り行くん嫌ですわって言ってたけど、ほんまの釣り好きは雨でも行くんや雨でも行くんですよ。雨ならではの雰囲気もあるんです。パラソル入ってちょっと静かでええなとか、梅雨でダムに雨降ってたら、あ、ちょっと増水して濁ってきたしワクワクすんなとか、まあ、梅雨は梅雨のね、そういう、楽しみあるんで、なかなかまあ億劫にならずに釣り場に出かけてもらったらと思います。元も子もない話だけど、西池、大阪府堺市にある西池さん行くと、雨に全く濡れずに釣りができる環境もあるんで、まあそういう釣り場もあるんでね、まあ梅雨は梅雨で、まあなかなかその梅雨やから行くダムとか、梅雨やから行く、まあ釣り場ってなかなかなくて、梅雨だから出る釣果とかっていうところがあるんで、梅雨は梅雨で楽しんで雨対策もして、で、こういうのを買ってるときちょっと楽しいじゃないですか。なんか、あ、これで濡れへんな、これええやんとか、まあ、そういうのもね、ひっくるめて梅雨楽しんでみてください。まあ、きっと大きいのが釣れたり、数がいつもより釣れたりするかもしれないです。あともう一個言うと、梅雨って、人にそんなことないよっていう人もおるかもしれへんけど、梅雨って浅棚が釣れやすいんですよ。
雨降ってる時の方が低気圧の方が坂の上に上がるんで、なんで朝方の練習にもいいかなと思います。じゃあちょっと、まあ、梅雨の対策でした。皆さんもぜひ梅雨対策して、6月から7月の釣り楽しんでみてください。